試合のキッカーティム・ドンマイを作ったのは元 J リーガーの尾崎のバント。死んだ、一球だけ行った。相手の温情で中畑の反則フォームを認めてもらい、なんとか試合になってきた。ソフトボール対決3日目、残すは2イニング。マウンド上は渡辺、そしてキャッチャー山地、太陽誘電のバッテリーに変わっております。ドンマイ、点が入るとすればこの回という、村さん、そうですね、そういうことですね。あー、インコース疲れた、空振り三振。日本代表エース、いい球掘るわ、いい球掘る、ナイスピッチ。トップの位置を決めてノーステップで打つんだと、こう田代は言っておりましたよ。もっと詰まった、セカンドショーフライ、これで2アウトであります。いやー、大したことねえよ。さあ中畑頑張れ。どうした、おっとバット当たってしまった、ワールボール。あれ絶対ボールだよ、本当に。俺はまだね、目はいいんだよ。これは乱闘です、乱闘です、乱闘です。しかし、バッターよりも早くピッチャーの方が謝りました。これはかなり痛くないんですか、今のは。痛いですね。痛いですよね。僕だってね、意識してやったわけじゃないんですよ。一生懸命抑えようと思ってやった。ごめんなさい。ごめんなさい。本当ごめんなさい。ちょっと盛り上げようかと思いました。でも相手面白いです、やっぱり野球は格闘技ですよ、ソフトボールは格闘技です。大集会ですから、ちょっともう一回聞いてください。大集会頑張るんですか。はい、やって、はい、じゃあ笹崎よー頑張ろう。ドンマイチーム、なんとか1点欲しいんですが、初球ヒッティング勝利。セカンドがファールグラウンド回り込んで取りました、ワンアウト。金子アナウンサー、おっとどうだ、ああ惜しい、残念、セカンドゴロで2アウトランナーなし。最も私が期待しているのはこの田之倉、切り札ですね、切り札ですよ。いい当たり、ショートライナーであります。痛烈な当たりではありましたけれども、ショートライナー、はい、終了です。結局8対0であります。ドンマイチーム対リーグ選抜チームは8対0で、残念ながらドンマイチーム敗れまして、ドンマイ、いや本当にどうもありがとう。全力を尽くしての乾杯でございました。本当に。これ入りますかという。でも、足場さんには悪いことしたな。2の人がしたね、こう、ヘッド投げてね。この次はね、彼女たちが5人出場するわけですよ。だから、これはね、冷静がいいして、もう一度気持ちを切り替えて、もう一回挑戦するんですか。挑戦したいと思います。高校時代よ。このままでは終わりたくない。このままでは終わりたくない。